春日萌香です。 79.5 FM ナックファイブファンタジーラジオ、インタマ379.5 FM ナックファイブ春日萌香がお送りしているファンタジーラジオ。この時間は春日と埼玉ワッショイ大使の川内あやちゃん、あやちが埼玉県内の興味深いスポットやイベントを実際に訪ねて取材、インタレスティングな埼玉の魅力を1ヶ月にわたってご紹介するインタマ3。今月ご紹介しているのは日高市。日高市で最初にお邪魔したのは加藤牧場。先週はバター作り体験の模様をお送りしましたが、ここ加藤牧場には自家製乳製品や埼玉の名産品が購入できるほか、さまざまなオリジナル料理を楽しむこともできるんです。加藤牧場の売店に来ています。こちらでは手作りのチーズ、ヨーグルト、バター、そして、お菓子、埼玉の名産品などを買うことができますね。はい、私チーズに目がないので、うん、もうずっと眺めてられるぐらい種類がいっぱいあったよね、買って帰ろうかななんて思ってます。はい、うん、それではね、加藤牧場の檜山さんいらっしゃってますのでお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、加藤牧場たくさん美味しそうなメニューがあるんですが、檜山さん一番の売れ筋商品は何ですか？そうですね、一番人気はとろーりチーズ丼で、味もいろんな種類があるんですけれども、一番人気は黒胡椒醤油丼ですかね。600円というリーズナブルでね、価格でいただけるっていうのもいいかなって思います。あとはトッピングチーズ100円っていうのがあるので、あらゆるメニューにチーズを乗せることができるということですよね。そうですね、パスタ、あとピザもございますし、タンパク飯っていうのも気になりますね。タンパク飯はオムライスみたいな形で、ケチャップライスに卵白を乗せて、その上にケチャップがかかっているものですね。お子様にも大変人気が高い、はい、メニューになっております。アスリート必至って書いてありますよね。書いてあるねその上に書いてあるのが牛さんお子様ランチっていうのも気になりますね。お子様向けのメニューなんですけれども、牛の形をしたご飯の中にカレーが入っておりまして、その脇に、シールとかあとポテトがついているメニューになっておりまして、今ですとトーマスカップがプラス50円でついてくるようになっております。もう子供大喜びだね。本当ですね、私牛年なので、あと最近牛さんロールとかも加藤牧場ならではのやっぱり牛が至るところにいますので、ケーキもすごい美味しそうで、はい、私レモンのやつが気になりました。はい、結構人気が高いメニューになっておりまして、うん、非常にさっぱりとしたお味わいになっております。レモンのチーズケーキですか？そうですね、はい、美味しそうなものがいっぱいだったでしょ。他にもチーズフォンデュ、クリームパスタ、チーズリゾットなど加藤牧場の乳製品を使ったオリジナルメニューがたくさんあるんです。トマトジュース売ってたの美味しそうでしたね、瓶のトマトジュース。もちろんチーズやヨーグルトなど乳製品各種や地元名産のお土産品、トマトジュースなども販売されてますよ。それでは続きをどうぞ。私たちの目の前には今コマ鍋が到着しました。こちらコマ鍋についてちょっと説明していただいてもよろしいですか？はい、コマ鍋なんですけれども、埼玉県日高市の B 級グルメ、コマ鍋は地元野菜と高麗人参、キムチが入っている食べ物になります。で、ここ加藤牧場では牧場ならではのコマ鍋を販売しておりまして、牛乳ベースの優しくまろやかな味わいとなっております。でお野菜の他にもチーズ入りの肉団子や、粉チーズ、浅漬けが入っておりますね。でコマ鍋コンテストで1位を取ったことある人気商品となっておりまして、なんと牛乳を 4.5 リットルも使っておりますので、はい、クリーミーな味わいとなっております。
加藤牧場、とろーりチーズ丼とかね、デミハンバーグチーズ丼とか、チーズ推しがすごいんですけど、うん、こちらの駒鍋もチーズがたっぷりということですね。いやもうなんか見た目もクリームシチューのようなホワイトのベースで、うん、そうなの、もう匂いもそそられて美味しそうです。キムチが入っていると伺ってたので、うん、赤いのかなと思ってたらね、うんうんうん、非常にクリームシチューのような、はい、白いコマ鍋と呼ばれています。あ、白いコマ鍋、あら、では早速いただきましょうか。中の、あ、箸を中に入れたんですが、具材がたっぷりですね。ごぼう、大根、お野菜、そして私たちはね、お餅入れにしたので下の方にお餅が入っております。それではいただきます。うん、野菜の周りにチーズが絡まって大変クリーミーです。はやちどうぞ。はい、私はスープをいただきたいと思います。うん、まろやかな、本当になんて言うんでしょう、もうとろけちゃうようなチーズと牛乳の甘さ、そして野菜の旨味が染み出たスープになってます。お餅もいただきます。お餅にもチーズ、美味しそう、ね、えお餅のこのとろって伸びる感じですよ。いい意味でチーズがお餅にまとわりついていて、うん、とっても濃厚です。あ、もうこれからの寒い季節にぴったりですね、うん、ぜひ加藤牧場で駒鍋召し上がってポカポカになってください、うん、ぜひ。駒鍋、高麗と書いて駒と読みますね。古代朝鮮半島に高句麗という場所がありましたが、まあ、そちらと由来があるということです。キムチが乗っていて、そして乳製品たっぷり、ポカポカと温まる美味しいお鍋でしたよ。ぜひ食べてみてください。インタマ3は Spotify などポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。さて、11月に埼玉県公式観光サイトチョコ旅埼玉とコラボしたインタマ3のリスナープレゼントですが、応募の締め切りまであと1日です。羽生パーキングエリア鬼平江戸どころで購入した湯飲みまたは手ぬぐい、どちらか一つと、ハルヒーとあやちのサイン入りのファンラジステッカーをセットにして抽選で10名様にプレゼントします。応募方法はチョコ旅埼玉の X またはインスタグラムをフォローしてプレゼント用の投稿を拡散するだけです。皆さんのご応募お待ちしています。